原衝突させることで宇宙が誕生した直後の状態を体験し、そして状態に生まれる粒子の中から人類にとって未知の新たな粒子の発見につながるヒントを探そうとしています。新たな粒子を探そうという実験はスイスにある研究機関で去年から本格化しています。これまで人類が発見した粒子は宇宙全体の 4% が宇宙の成り立ちの最大が含むと期待されます。高エネルギー加速研究機構では、今年の冬から試験的な実験を行って、早ければ来年末から本格的な実験を始める予定で、日本国内のほか、世界の22の国と地域から700人を超える研究者が参加する。実験が始まると思うと、とてもワクワクする大きな発見、ノーベル賞とか取れるといいなというふうに思っています。世界各地でサンゴを食い荒らし大きな被害を与えている有害なオニヒトデについて、日本とオーストラリアで遺伝情報を解読したほぼ大学とか沖縄の大学などの研究で分かりました。研究グループは船のバラスト水など人為的な原因で世界各地